こんにちは。昇級試験のね、こちらの、5、6年生です。課題書きますね。実はね、これ2回目なんですよ。さっき撮ってる途中で電話が来て、ブチって切れて、あーみたいな。ちょっとね、書き直しです。はい。どうなってるんだ？はい、ではここですね。中心線真ん中こうで、合わせ方なんですけど、今ここにピタッてやっちゃうと、多分鉛筆こう回ってきたりした時にぶつかるので、なるべく近くには置きたいんだけど、そこがぶつかったりしないようにちょっとだけずらしたらいいですね。はい、ではここに乗っけていきます。ギュッとしてこう、トントントン、縦、ちょっと縦めな感じですよね。こういう風にここも力をだんだん強くしていくような感じにしといて、長さ短いわけじゃないです、結構ありますよね。でこうふわっと持ってきて、その時優しく、いつも同じ強さで鉛筆って使わないんです。こういうところ、ほら、2のこういうところもよく見てもらうと、ここは太いのに、なんかこの辺ちょっと細いような気がして、最後ちょっと強くなってますよね、この辺。っていうのが、あの、強弱出しやすいんですね、鉛筆ってね。だからちょっと私は太めが好きです。太めの鉛筆を力の強さを変えながら、あの、転がしながらとか、ちょっと縦にしたりっていう風にすると、あの、太い細いっていうのも出しやすくなります。例えばこういうところ、こういうところはまあいいか。細かいところを書かなきゃいけないとき、あ、次のこの辺かな、2学期の木とかね、ちょっとはまっちゃった、ごめんなさいね。画面が見づらい。2学期木みたいにこう横線が多いもの、1画目はいいよね、ギュッて太くしても。2画目もまあこんな感じで、こう、あ、今気づいたかな、こういうラインとこういうラインって書いたんですよ。これ別にこっちからわざとこうにはなんかやってるっていうよりは、自然な感じで沿ってます、少しだけ。毛筆とかだとよくありますね、こういうの。分かりやすくこういう風になってるようなあったりしますけど、でこう真ん中のこういう部分、こんなに太い鉛筆で描けるのっていう感じですけど、そういう時にはここの断面見てもらうと、こう立ててあげればこの細い部分で描けますよね、真ん中の。いつも転がして描いてるからこういう形してるんですよ。その真ん中の部分をうまく使って、ちょっと縦ラインに持ってきて、トントン、細いのが描けます。で次はこういう風に太くてもいいわけですから、寝かせて、ここもキュッときて、ドン。で次こうきて、こうトントン。こっちのね、肉付きの部分とかはこれぐらい太くても大丈夫です。こっちの部分だけ気をつけるのとこですね。2学期に入り、そうですね、いつもこの中心のラインこうつながってて、口出しにするように考えておきましょう。入るという字、これこういう風に入れ込むような感じで持ってくるので、1画目の位置って結構大事かな。意外とこれ下の方に書きがちなんですけど、結構こういう横にこういう平たい字なのでね、あの、少し近づき面に書いても大丈夫かも。でそれに対して「り」っていうのはちょっと長いですよね、こうね。入り、運動会、運動会ってここ入るので、ちょっと、そう、このくらいならいい、そう、こういうところもね、さっきのと一緒、ほら、ここのライン、ここのライン、角度が全然違いますね。これに対してこういう感じ。そう、ここも細かいですよ。ここ
からキュッ、縦は太く、横をスッと細く、また縦は太く、ギュッ締めます。トントンってこう締めておいて、横はスッと力を抜いて抜いて、キュッときて、縦は縦ギュッとここ引いていいんですよ、ギュッ、うん、でトンって打ったらストンって下ろして、トントントン、この感じですよね。ストンって下ろすっていうところ、そうするとこの部分はこんなに広く空いてて、ここがこれぐらい近づいてるっていうところ、全部が離れるとバラバラになっちゃうんですけど、一箇所近づいてる部分があるだけでばらけて見えないんですよ。そういうの大事ですね。手つないでる感じ、あ、まあぶつかってはいないんですけどね、うん、でどうです、あーそうね、秋っていう字とかと一緒で、これもそう、始まりが中心にすごく近い、そして遠くからまたここまで同じ位置までちゃんと戻ってくる、でキュッとキュッと、こう上がり調子にしたいんです、このね、あのこの部分ね、辺だからね。でここの全部の真ん中をこう貫くようにしたいから、ギュッと入れたら慎重にね、こういうところで、ここを通り越したらそんなに長くする必要はないじゃないですか。これ長いと変なんですよ、この部分が、うんとね、ここの隙間、ここトン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 、これ全部隙間が同じように空いてると綺麗なんです。だけどここからここを長くしちゃうと、下だけがね、なあの隙間が広くなっちゃうでしょ。同じにしたいんです、トン、下からトン、こういう感じ。そうすると全部均等に見えますよね。そんな厳密じゃなくていいんですよ、なんとなく同じに見えればいいわけですから。そう、貝です。貝も難しいけど、ここにも関数字の2が見えますね。この反り具合、こっちとこっちとっていう、こういう部分、あとこの部分ちょっと難しく感じるので一旦横に書いときましょうか。ちょっと大きめにいきます。無です。こう来てこうですね、まずね。で次こういうラインですよ。しっかり入れたらこうすくい上げるような感じですね。ちょっと力を抜いていって、こちらでこういう風にだんだん力をここに加えてって止める。その時にふっくらさせること、こちら側にふっくら、ね、この感じをあの間違えないようにしてください。ここを広げてあげたいんです。これをね、間違ってこうしてこうやっちゃうと、これもこれまたこれ最悪ですよね。全部あの全部こうやっちゃった、これこれダメなやつ、こっちもあるね、うん、気をつけてくださいね。毛筆とかだとね、すごくよくわかるんですよ、潰れちゃうからどうしてもね。そうすると結構みんな気をつけてくれるんだけど、硬質だとね、そこがなかなかねうまくいかなかったりします。気づかないっていう意味でね、破けちゃった、ちょっと待って、はい、次上からですねの練習に、あ、これも余裕たっぷりな感じです。隙間がたくさんできるかな。あ、糸編ね、糸編もそうですね、今回多いな、こういう反りの方向間違うとおかしくなっちゃう字で、左右上にね、ほら左より右が上で、短くちょんでいいです。もう邪魔したくないので、真ん中に線がこうあるとしても、一歩こちら側に揃う部分があるっていうところを忘れないように。こちらとこの右側の作りっていうのは1対1じゃないですよね。こちらの作りの部分の方が大きいんです。幅がしっかりとこのライン持っていきたいですね。で、ほら、こちらは少し遠慮してもいいんですよ。こっちがね、
こうやって気使ってくれてますけど、あーぶつかっちゃうなと思ったらこの辺でっていう風に、お互いねそういうところはね持ちたいものですよね。そうで、周という字です。この部分あまり小さくなりすぎないように、かといって高さじゃないですよ、横幅をしっかり出しておくっていうこと。高さ出すとちょっと変なんです。これこんな感じで高さはあんまり出ないように、この白っていう字も高さ出ないように書く。あ、ちょっと大人っぽくなりすぎちゃったかな。高さ出ないようにっていうのはここに入れ込んでこういう風に持ってくるとうまくいきますね。これはやりがちなのがね、あ、違う違う、あ、まあいいか、こういう風にしといてこういう感じのとか、ちょっと寸胴でバランスもなんていうか、みんな長くてすごい顔の長い人みたいな、人の顔みたいですねこれね。そう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 、こんな感じになっちゃったり、あとはね上の羽がね高さがこういう風にありすぎるとね、細い人みたいになっちゃうんですよね。これもなんかバランス悪いでしょ。そう、結構なんか潰れたような感じでいいですよ。この幅に対して縦もそんなに長くないに、汗を流してな、うん、汗を流して汗を、あって難しいかな。真ん中の線こうにあったらこう絡めるようにこうやってきてますよね。真ん中の線より右、だいたいまあ真ん中だけど入って、お腹がちょっと突き出すけどまたこっちに戻ってきて、で帳尻が合ってるようなイメージです。でここからここをちょっと直線ラインで持ってきて、こことここ合わせるようにしておいてください。で少し上に上がっ、あ、ちょっと変な向きで上がっちゃった、ちょっとだけ上がってあげて、こうなんか変だね、上がってあげるといいんですけど、ちょっと隣に書こうか。トントンってきたらキュッてして少し上がってこう回る。でその時に回ってる途中で書いた跡を追うんじゃないんですよ、目でね、その先を見てないとダメです。どうしても書いた跡を気にして見ちゃうんですけど、そうじゃなくてね、もうちょっと離れた感じで全体を見るようにしてあげてください。流すという字はここ、こういうラインで持ってきましょうね。で、あ、またム出た、ここトントントン、そうで、こういうラインを持ってきましょう、ここ、うん、して流して、毎日、あ、この辺かな、そう、毎日1、2、こうちょっと短めにしておきましょう。だんだんね、これこういう字形なんです。こういう風になっていきたいので、上長いとおかしいんですよ。こうしますよね。で横に行くような感じ、女っていう字とかと一緒ですね。キュッとここ持ってきて、ここはふわっとさせて短く、ここに合わせる、合わせるっていうかこれよりちょっと短いぐらいでいいかなっていうところで、ここから縦ラインにこう持ってきますね。こう時ちょっとこっち側が長く出たいので、ここはギュ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 って結構ギューっと持ってくる。で1、ここが一番長いところにね、そうするとこういう形ですよね、ひし形っぽい感じで。次よく見ていただきたいのが、毎日って書くとき、毎っていう字と日っていう字のバランスは同じ大きさに見えないですよね。日っていう字をこれと同じ大きさに書くとすっごい変なんですよ。でそういうところってなんだろうな、見慣れることなのかな、うん、頑張っています。はい、はい、左にしっかりね書きましょう。
か、うん、パーテいまーす。ひらがなの連続っていうのはね、難しく感じるはずなんですよ、本当は。一番難しいはずですけど、まあまだそんなに、なんていうか、あのつながりっていうところまでは、そこまで入らなくても良さそうな感じですね、今回のその参考手本を見てると。でもできた方がもちろんいいですけど、そのあたりはもうちょっと経ったらもう少し難しくなるかもしれません。はい、今回は公室昇級試験なので、確実に取っていきたいところなんです。で、落としてはいけないのはこの部分、外形しっかりっていうところと、日みたいなこういうのの字のバランスをよく見ること、同じ大きさに間違ってもしないように、こういう余白の部分をしっかり見てくださいね。そう、それから意外と難しい、6年生なんかは先月の課題でもこの新尿ありましたけど、だいぶよく考えてやってくれてると思います、みんなね。この近づく部分っていうのがどういう風になってるのかって、ここの空白の部分はどうなってんのかっていうのとか、横角のこういうね、多いものがの時、隙間の取り方とかね、その辺はよーく見て、引き方とかもちょっと研究してみるといいかな。練習の時なんかね、自分でやってみるんですよ。こう引くのとこう引くのと、ちょっと力の差を加えただけでこんなにも色が違う、ね、鉛筆ってそういう不思議なところありますね。もちろんシャーペン先生も大好きですけど、私もね。でも鉛筆にはやっぱり鉛筆の良さがあるので、どれが一番とはやっぱり言い難いです。そのあたりも文房具なんかもね、いろいろ研究してみると面白いと思います。では失礼します。